動物に集いとれいいのまだラギオいんのみたいな大きく分かれてるバントゥーとかいうのは4つくらいだけど細かくは多分五十部属くらいがいるすげえなそうそうとりあえず公用語で英語みたいな寮生活だったからあ寮の高校に入ったんだそうでしかも高校ラグビー部でみたいなそれも上下関係厳しかったし敬語が結構むずくて最初はそう バケ、ね、つけるっていうワードは日本語で多分ないけど、うん、英語で「Kick the bucket」っていう熟語があって、うん、それ死ぬっていう意味で北海道にめちゃくちゃ熱い俺のファンがいて一人、うん、毎回毎回もう来てくれるみたいな結構遠くでも全然来るみたいな遠い遠いその子がなんかこう亡くなっちゃってみたいな、うんうん、はいってことで 今回のゴールデン・ラッシュ・ポッカストのゲストはテパ・ルーシんです。お願いします。お願いします。What up, y'all! いテパ。w h o ー w e l c o m e welcome! ありがとうございます。ありがとうございます。てことで、<laughs> はい、いやまあ、ラップスターで俺は初めてああ嘘だわ。これ、ラップスター前知してて、<laughs> はいはいはい。あのー、うん、一番最初に俺が聞いたのはあれだわ。あの、鳴り耳との和「わ」 あそうねフィーチャリングであれで俺多分初めて聴いたわそうだそれでなるほどねじゃあもう鳴り耳から話は聞いてたみたいなそうねいやその曲はもう聴いたことがあって結構普通に好きで熱っそうそれで鳴り耳とフリーミュージックビデオの企画を取った時にこれ多分全然進んでない状態だから本当はダメなんですけどとかるいしくんっていう。 やっぱりうちって一緒に結構仲いいあのラッパーの子がいてみたいなうん、うん、今勝ち進んでてみたいな話ちょっと聞いてて、えー、あそうなんやみたいな。 ちょっとウガンダみたいな単語を聞いててどういうことみたいな超うるそうやん。確かに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 。そこはでかいでしょだって。ああそうね。普通に俺もめっちゃチェックしてたし知ってはいたから出たかったのに。ありすとかありがたいありがとう。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 ありが a う。ありがとう。ありがとう。ありがとう。あ o がとう。ありがとう。ありがとう。あう。ありう。とう。とう。ありがとう。あとう。とう。う。ありう。ありがとう。ありがとう。あう。あさっきも俺もちょっと言ったけどさありがとう。ありとと 2004年そう2004年そうだねまだ5歳くらいの時はははいはいはい、はい、に家族でみんな移動したみたいなすごくそうそう <laughs> すごいよなえっ覚えてんの言ってること,とかいやなんかそのめっちゃうる覚えだけど何、うん、だろうなその父親がその1年前からもううがんでいってて、うん、あそういうことそうでその後に母親がこう もう家族全員連れてついていくみたいな1年後それが2004年の時に行くってなってなそうそうそうそれはだからもううろ覚えだけどまあなんかこう父親に会えるからみたいな<ー>認識で兄弟は行ってたと思う<ー>そう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 ん、ね、なそかそのなんかのうそ、ん、うそ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 ともとそうそのそう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 んうんうん でなんかその時にそのなんかショッピングモールとかでこうストリートチルドレンとかいるんだけどが入れなくてこうなんかそこのセキュリティみたいのにこうなんかボコボコにされててみたいなそう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 ,そうでなんか入れないからみたいなお前らはみたいな感じで,でそれを止めに入ろうとしたけどなんかそのガイドの人になんか逆に俺ら殺されるからやめてくれみたいななってでなんかそれがめっちゃもやもやしてたらしくて日本帰ってきてから。じゃあなんかこの それを見て何もしない人間はたくさんいるけどなんかそのそれを助けに行くのはじゃあもうなんかこう与えられた使命なのかなみたいな感じたらしくて行っちゃってみたいな一人で,でその時まだ4人兄弟だったんだけどその母親と4人兄弟置いたまま一人で行ってで一応空手家だったんで向こうで。 こう空手を教えながらみたいなちょっとでもこうなんか護身術になることとかみたいなうん、うん、こういろんなスラム街とか回ったりしてみたいなはははいはい、はいそうで一年後に俺ら行った時に結構なんかこうもうすでに弟子もいっぱいいてみたいなマジすげえみたいなでなんかその新聞とかでも取り上げられてたみたいな <laughs> <ー>そう日本から渡ってその空手を持ってきた日本人みたいな<ー>そう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 なんかみたいなのがあってなんか結構その。 もともとうちも貧乏だったしみたいな別に金があるから助けようとかじゃなくてとりあえず行動みたいな人だったからそれに付き合った家族みたいなすごいねすごいな。 すごいんかな。いやすげえよ。どなんだろうな。いや俺カメルーンとの日本のまあミックスなんだけど。そうだね。あのアフリカ行ったことあるけど住んだことないわけ。ああそう。で現実は見たことあるわけよ。でわまあ確かにすごいよ。確かに確普通にすごいし。うんうんやっぱわ日本ってすごくない。すごいなってなるな確かに確かに確かに。だからそれを5歳でしかも家族で行ってって。うんうんうん。 結構だから日本帰ってきて食らうことはめっちゃ多かったな、うん、逆にねすっげえみたいない<や> <laughs> 物心ついた時からウガンダってことだもんねそう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 、ね、5歳とかもほぼあんまり記憶なくて日本のそのこまでの記憶、ね、多分インパクト強すぎて結構こう活躍されてるみたいな <laughs> <laughs> そうそうそうだからそうだね日本来た時だいぶ カルチャーショックみたいなめっちゃ多かったね、なんか。なるほど。飯全部うまいし。はいはい。飯全部うまいし。そう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 。え、歪んでる時は、普通に学校とか通ったの。そう、最初は、なんか、えっと。弟だけまだ1歳だったから、上3人で、とりあえず、ナーサリ、ナーサリ、え保育園。保育園、幼稚園みたいのに、3人とりあえず同じクラスに入れて、その英語も喋れないから。で。 それの半年か1年かなあんま覚えてないけどくらいで徐々にこう分けられてってで多分こう全員おのその年齢によってなんかそのクラス分けられてみたいな感じでそれくらいの時にはもう英語喋れるようになっててみたいなそうなんだそう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 でも逆に兄貴たちはその日本の小学校も1年生2年生ずつで通ったことはあったからそ,そっちの方が衝撃的だったんじゃないかなあ確かに、ね、そうそう俺はもう行ってんか みたいな感じだったからあんまりその食らった記憶がないというかそう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 結構割と普通で育っちゃったみたいなそう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 半端ねえな半端ねえ一番最初の記憶とか何ユガンダの一番最初の記憶とかあっむずいな一番最初かでも結構空港の記憶はそれが日本の空港だったのかウガンダの空港だったのかとか覚えてないけど空港の記憶はめっちゃあるそうそうそうそもそも多分 飛行機とか乗ったことなかったしそれまでそう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 だからなんかすげえみたいなのは覚えてる飛行機すげえみたいなザ・子供みたいなそうそうくらいは覚えてるけどあんまりそうだなこれとしては覚えてないかもそうそうでもナーサリンの記憶とかめっちゃあるあるんだあるあるある幼稚園の時に3人とも同じクラスに出られたとかはめっちゃ覚えてるそう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 初は いやなんかもうとりあえず兄弟で固まってんかもう言葉通じないからとりあえずこう共有し合ってみたいな家帰ってきてこれってこういうらしいぜああそねそう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 共有し合ってたからめっちゃ早かったけど覚えなか結局こうクラスが分かれさせられた時分かられた時からはもう普通にもう友達できてった感じがそう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 

まあ東南アジアくらいじゃないかなとは思って分かんないけど。<laughs> 東南アジア行ったことある？ない。な,い <laughs> <laughs> なんか俺も偏見で話してる。<laughs> <laughs> <laughs> 俺も偏見で話してるけど <laughs>。<laughs> <laughs> まあそうね。確かに確かにまあ大体で、ね、都心部とかはね、うん、ちゃんと建物だからね,そねあるっていう結構。でも逆にだからもう全然本当にその北部とかに行ったら。うん えと多分俺がいた時代はまだ遊牧民みたいなその牛を連れて生活してる定着しない、うん、なんて言うんだろうその定住なしないその部族とかは全然いたみたいなそうそうそうで牛がその言うたら、うん、なんだろうええー、し日本語で出できてこないなんかその「アセッの代わりみたいな財力の代わりみたいなで、ね、<ー>牛を持っていると たたくさん持ってると裕福みいな部族はいたけど今はどうなんだろう結構もうアフリカも最近やっぱ発展早いみたいなそうそうもう10年もウガンダが帰ってきて10年経ってるから結構変わってんじゃないかなとは思うけどそうそうそうすげえないやでも部族どんぐらいなの俺あのさアフリカってさ結構みんなあれ多分知ってる人は知ってると思うけどさもう一個の国いろんな部族いるさついもととそういう国じゃなんかな。 その大きく分かれてるなんかバントゥーとかいうのは結構4つくらいだけど細かくは多分五50部族くらいはいるすげえなそそそうそうそうだからその結局イギリスが入ってきた時になんかこう通じないからここの言葉を覚えてもこっちでは通じないからみたいなのが多すぎてとりあえず公用語で英語みたいなそそそそういうううういことかめっちゃいろんなとこからいろんな人来てるそうそるうそう。 なるほどね。平均年収どんぐらいあるんだろうな、ウランド。わかんねえ。カメルーンが多分8万とかある。え確かね。でもそうだよね。そうそうそう。普通に。いや、そうなってくると思う。そう。結構半端ないじゃん。半端ない。だって100円で何 ?2500 シリング。そうそうそう。シーリンスだから。そうね。2500シーリンスで、やっと昼飯食えるかなくらいの。そうそうそう。そんな感じだ。 まあ当時もっとなんかもっと食えたはずなんだけど最近親に聞いたらなんか結構全部値上がりしてるみたいなそうなんだ,なんだなえ親はまだ向こうにい,のいやえー、っとねコロナがでロックダウンする前になんとか帰ってこれたんだよね、うん、あそうなんだそう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 それまでずっ,ててっ,っといそすごくねそうやばそう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 そてそう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 なうそうそうな。う あまあ、俺の時はその父親ついてきてくれて、うんはい、で日本に着いてからその祖父母の家に泊まってそもそも学級終わんのが学年終わんのが12月だからそう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 、ね、で日本4月からスタートだから4か月のブランクあるから祖父母の家で生活してみたいな,、はい、な感じでこうついてきて帰ってってみたいな感じでそうん、うん、そうそうそう。 おもろすぎるんだよな。<laughs> すごい人生だよね。<laughs> む,ずよねむずいよね。むずいよね。でもやっぱそこで、いつやね、うん、なんかその音楽が唯一のなんか話題というか。ああ、でも確かになんか、その。結構、みんな踊れるし、みんな歌えるしみたいな。その。うんそうね。うん、なんかすごいよね。それはなんか、あって。うん、その、小学校とかも、その、年度末パーティーみたいなのがあって。はいはい。 それとかはまあ普通にもう音楽とか流しながらそのペットボトルとか真ん中にこう置いて輪作って回してキャップが差した人が真ん中入って踊るみたいなこうとかを小学校とかからやったりその朝礼の時に朝礼終わった後にゴスペル歌ったりみたいなそうあったからなんかずっと音楽はそこにあるみたいなそう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 生活にあったからそれはしかも楽しかったしそう自分で好きだったから普通になんか。 そういうので、仲良くなったりは、あったね。そう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 。すごいよね、音楽とかの文化って、特に。確かに、そうやな。アフリカすごいよね。うんうん。多分、何もない、とこから、生まれる、芸術だよね。めっちゃいい。そうだよね。ええ、アフリカ人吉田ちんちょんチャンク。金持ち外国人扱い、でも貧乏だ。大半がジーザスカーラーの信仰者。うん。なるほどね。やっぱ、中国人はいるんだ。 中国人はめっちゃ多いね中国人とインド人がめっちゃ多いアジア人かな多分インド人もいるんだインド人もめっちゃ多いね珍しいなそうでもインド人もやっぱりその昔からこうなんか承認できてる人たちでで中国人とかも,もうチャイナタウンもあるしだ、うん、から唯一その近いご飯をこうゲトれる場所みたいな味噌とかもそうだし、はい、豆腐とかもそうだしみたいなそういうとこでその親がこう 買ってきてくれて、うん、なんか日本食っぽいのをその家では振る舞ってくれたりとかね。そう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 。うんうんうん、まあさ家庭でねそれ食えうの全然違うよねうん、うん。全然違うんだろうなと思ったけど、でも帰ってきて全然違えなってなった。まあそっか、ちょっと日本食っぽかったけど、日本食うめえみたいな。<laughs> そうっめっちゃうまいなってなったね。確かに全然違ったね。そう基本もうほ,ほぼなんか。 おじやかかチャーハンンがメインだったたらみたいなおじやはなんかその少ない米の量でこう大きく多く作れるからみたいなそうでめっちゃ多かったねその普段は。 兄弟多いしね。まあ、そうだよ。すみませんのが大変だよ。そりゃそう。ってなる。そうだよね。全然。全然恨んでもないしみたいな。そうそう、そりゃしゃあない。ってなる五人いたら、しゃあない。すごいよね。でっかい家族だよね。しゃあない。確かにね。すごいな。まあ、でも、やっぱ、そういうところずっと去ってて、で、日本に帰ってきて、しかも十五歳か。結構、あれよね。多感な時期よね。して。 そうねタカンってめちゃくちゃこう思春期みたいなあそうねそうそうそう一番そうだねなんかこういろいろインプットする時期だからそうセンシティブな時期だからそうねセンシティブだしそうめっちゃ食らいやすいね確かに確かにそうねついていけなかったのは多かったかも確かにあっどういうところまずだって日本語がになったでしょ普通に漢字はもうそうこっち来てから漢字ドリルからやってみたいなそうそうそう 15歳でで話すのはまあ兄弟とか親と喋ってて、ね、家では日本語使ってたしうん、うん、で兄弟はまあなんか英語と日本語こう混ざったみ,みたいな「うん、f r みたいな先にああ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 あ なんかその敬語そう最初入っ,入った高校がなんかその寮生活だったからああ寮の高校に入ったんだそうそうそうそ,うでそこはなんかその帰国子女とかも受け入れてくれるみたいな感じだったから入ったけどでもなんかめっちゃ上下関係厳しくて<ー>でしかも高校ラグビー部でみたいなあラグビー部だってラグビーしてただからなんかそ,のそれも上下関係厳しかったしたい敬語が結構むずくてみたいな最初そう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  ギリギリギリ。<laughs> <laughs> は確かかにしもも関西だそう東京か関西でえっと15からは関西で東京に引っ越してきたの最近かなそう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 実家東京だけどずっと関西に住んでて関西の学校に行ったってことかそう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 寮生活で奈良奈良県そうそうそうだからそこで鳴り耳とかもいたしイースターとかもそうだし奈良だしみたいなそうそうそうそれはまあ大学 入っってからどどんんん出会ただそう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 へえ<ー>結構でもそのまあ共通の話題とかが難しかったねなんかそのテレビとか見てないしそうね,そう,ねそう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 ,そう確かにでもなんだろうなその笑い笑いの文化が結構難しいみたいなあ<ー>なんだろうあの日本のなんかそのお笑いって結構なんか、うん、結構特殊な気しててなるほどなるほどいいみたでなんかその 特に関西だからかもしれないけどうん,、うん、なんかこううがんでいた時は結構こうなんか明るいやつが面白いやつみたいなんかとりあえずバイブス高いやつ面白いみたいな <laughs> だから結構友達できやすかったし、うん、中学校とかうん、うん、でもなんか高校帰ってきてからはそのただこう。 おしゃべりでもうるさいみたいなその「でオちは?」みたいな「で」みたいな多くて「六つ日本人」みたいなそう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 で」みたいなのが多くて「うわ話せな」みたいなそう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 なその突っ込みボケ突っ込みみたいなそういうのがむずいってなって特に関西だもんね特に関西だしそう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 だから結構難しかったねそこらへん確かにオちとか っていう文化ってちょっとむずいね、うんな,んうん、なんかその最後でちゃんと こうかっさららてけよみみたたいいいなななバイブスで話すならみたいないや普通になんか日常会話したいだけなんだけどなみたいなそうそうそうむっすいなみたいなそっか笑いを求められるんだねそうそうそう <laughs> 何でもない話すんのはめっちゃ得意だけどみたいなそれオチとかわかんないみたいな <laughs> <laughs> うわあるあるだなでもそれは関西であられるのか,なのかもしれない,、ね、いやーなんなのかな <laughs> そうそうそう,そう結構難しいなってなった ほか他にも<に>結構ここきつかったなっていうとこえっとね結構多分いっぱいあるけどなそうだよねなんか慣れて忘れてるな <laughs> 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 なんだろうなちょっと思い出していいごめんね一個い,いいのくれたらよモー <laughs> いやそんなことないな結構ありそう <laughs> なんだろうな合わないとこかうん うん逆にあるなんかそのみんなが言ってるようなのとかあ<ー>日本でってこと日本に帰ってきてなんだろうな,な,んだろうなまあでもまあでもなんか。うんうん 本て建前とかあそうねなんかその「それはめっちゃある」「筋」ってワードが分かんなさすぎて「筋筋通ってないやみたいなこう言われると「めっちゃ分からん」ってなって「いやそのなんか昨日の俺と今日の俺は全然変わるだろ思考回路」みたいな「そう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 なんか筋通ってなくない」みたいな言われるとんかモラル的に良くないこととか判断できるけどなんかこう筋を通すとかそういうの結構難しいみたいな。 何かなんだろうな<ー>そういうのは難しくて結構怒られること多かったそうそうそう本,本音と建て前って合ってるそれで違う <laughs> 違う<っ> <laughs> <laughs> 違うわ <laughs> でもいいと思う。スージを倒すってラブリー。骨取って前はあれだよね。言ってることとそのあの思ってること違う。ああ、それめっちゃある。そうそうそう。それはめっちゃあるし。いや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 。そうね。フェイクマンオみたいなでもそれは俺結構日本のいいとこでもあると思うって。そう。それこそ武士は桑値道高養子みたいななんだっけみたいななんかその侍はその。 飯をを食っててないけど爪楊枝こうるみた何か別に大丈夫だよみたいなそういう多分文化とかもあるし全部を見せないからかっこいいみたいなそうでもんかそれがんか時代とともにんかそういう性格に変わっちゃったのかなみたいな自分がいやその本音を言えない人種になってっちゃったとかもともとは本音を言わないのがかっこいいみたいなのがそうなっちゃったのかなとか思うけど。 いいいいななそれいややかんないけどでもそ可能性あるでもなんかそれがめっちゃそのに日本語のリリックとかのめっちゃ美しさだと思う何か何、はい、だろうなその例えば英語とかだとうん,うん速さを表現するとかになったら「はい、I move fast like lightning 俺は雷みたいに早く動くぜ」でも、うん、これを日本語で言った瞬間ちょっと。 性能というか、あ、アホそう <laughs> に,に。俺は雷、それくらい早く動くぜ。<laughs> <ー>なんかちょっと馬鹿そう。だから、なんかこう日本語で <laughs>。速さを表現するんだったら、なんか。<laughs> お前がここに来た頃には、俺はもうそこにいない。なんかこう遠回しだけど、あ、ね、要するにこいつよりは速いってことなんだみたいな。確かに,確かに,確かにそ。そういう使い方を、だから、その日本人のそういう本音。 とから必ずしも悪ないのかなみな遠回しの言い方をもそとかそうかそう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 こうそ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 そうそ 四の時、うん、中学校の時にあのー、その一個上の友達で、うん、そのラップしてる子いてみたいなはい、はい、でその子がなんかこうデモ CD くれてほうろがっつりやってんじゃんみた,にみたいなってその教えてみたいなライムの仕方フローの仕方とか、はい、でなんかそのこう書いたやつをなんか みんなはもう普通にフリースタイルでできるんだけどできないからもう書いて覚えてみたいな持ってってみたいのはしてたそうそうそうその昼休みとかに考えたんだけど聴いてバースみたいなとかあったけどそうだねでラップとラップっていうのを認識しだしたのは小4小5くらいの時に兄貴がエミネムかけててそれやばみたいになってそれ聞いてやばいなみたいになってそっからこうなんか。 結構流行ってた時期、なんかそのメインストリームでそのソウジャーボーイとかのクランクアとか、そうそうそうめっちゃ流行ってたし、みんなやってたし、ようって、そうそうそうだから必然的になんかこう認識はあったけど、やるっていうマインドはなかったから、そうでもその十四の時に。 やってるやつがすぐ近くにいるみたいになって、ねうんえー、教えてみたいになって。そうそうそう、あ、ウガンダとかでも、やっぱアメリカのヒップホップとかが結構。が、うん、あ、そう、なんかね、多分ね、アフリカ全般そうだと思うけど。うん、なんか、結構、その、やっぱり、世界的にかましてる。自分らと同じ人種って、めっちゃ誇らしい人なんだよね。そうね。だから、結構。 そういういのはずっと追っとてるしみんなクリス・ブラウンに憧れてたし俺たち<ー>う全員本当にだから踊ってたし歌ってたしラップできたらもうクリス・ブラウンじゃんみたいなだからみんなそういうの憧れてやってたけど MV の真似して踊ったりとか、うん、俺らでなんかそのめっちゃ画質悪いけど携帯で MV 風に撮ってみたりとか <laughs> そうそうそうとかはしてたけどそうそうそうだからそういう意味ではしかもメインストリームで流行ってたし、ね。そうだ、ね そう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 。<Yeah. S 2> so, 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 so. みんな好きではあるねそそっっかか俺結構さ分かんないからそういうのなのかなっていう今アフロとかめっちゃ入ってるからめっちゃアフロ聞いてるのかなみたいなあでもめっちゃアフロも聞いてるしなんかだからヒップホップ好きなのは結構その当時イメージ的には俺ら中学生だった時にその若いやつらが多かったかも俺らみたいな若いやつらが聞いてるのが多くてでもその本当にウガンダのメインストリームで流れてるのとかは結構こうザ・アフリカンみたいなアフロ 系の曲はめっちゃ多かったね。はいはいはい。そう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 。 すごいよね。うんうんうん。面白いね。面白いね。今来てるもんね。今めっちゃ来てるよ。アフロ今めっちゃ来てるよ。さやんねえとって思ってる。いやいやもったいないと思う。そうだよね。えっと俺思うの結構なんかそうなんだよね。何年間か俺聞いてるけどアフロはだやっとこうなんか俺めっちゃメインストリームになってきたなみたいな。そうそうそうね。まあ音楽の種類がちょっと変わったよね。確かに確かにちょっとね。確かに何かそのお金入ったのかな。多分。 確かにアフリカだし誰かついたんだ <laughs> いた,なたいな <laughs> でも確かにその 昔聞いてたアフロとは若干今の方がおしゃれねっもうねもっといなたかったそうそうもっといなたかったねそのウガンダいた時に聞いてたアフロとかマジでそうだよだから俺の父親が書けてた CD とかもむちゃくちゃアフリカみたいあそうリズム感はもう今のアフリもあるんだけどやっぱ楽器とかがサウンドが結構あれみたいなめっちゃ何かみたいな確かに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  <laughs> なんか俺いた時とかは結構もうジャマイカ人とかなんか近かったもん。なんかその発生とか、なんか確かに。 みたいな、のそザ・アフリカみたいな、ブレーダン・ディ・バターみたいな感じの、なんかザ・アフリカ人だなみたいな、そう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 、今おしゃれだね。おしゃれだよね。いやおもろいよな、だからそれは結構、なんかアフリカを来てるなと、今めっちゃ思う。確かに確かに。勝手にね、暑いね。いや、来てると思う。日本とアフリカ今来てると思ってるんやろ、勝手に。日本も来てる、日本も着てる。んだけど日本はまじで、そうなんだ。俺らのアカウント、むちゃくちゃ、あの、いい。 確かに、いや、思った、コメ欄とかすごいね、なんと英語なんだよ。確かに、確かに、確かに。え、このポッドキャストが来てるじゃなくて。ああ、そういうことね、そうか、そうか。日本に興味ある人がめちゃくちゃ増えてるなって思ってて、なんかこう、アニメだったりとか、漫画とかが結構、オープンに言いやすくなったよね。ななんんかかその 結構多分日本とかだとナードな文化なイメージな感じかもしれないけど、うん、その俺中学校行った時とかそ,それこそラップ教えてくれた子とかもめっちゃアニメ好きだったし逆になんかそれで俺はそんなアニメ通ってないじゃなくてはい、はい、その時、うん、でなんか「え日本人なのじゃあアニメじゃん」みたいな「やべえ!」みたいになってよ <laughs> なんかそのそこ通ってなかったなと思ってなんか中学校 ととかでちゃんいいろろチェックするようになってそうそうそうもうなんか日本人なのに知らないのがちょっとやべえなと思ってそうそうチェックするようになっては多かったしだから全然ナードが見てるものだけでもないというかそういう子もいるし全然イケイケな子でも普通にコンテンツとしてこう面白いから見てるし「ドラゴンボール」で育った世代たちが多分結構今もう確かにねこう。 出ててきる年代だからそうれはリリックとかも多いしねアニメ系はスキンマスクとかでも「ナイン・テオ・ファー」みたいなあった気する「ナイン・テオ・フォックス・ファー」みたいなそのなんだっけ「ナルト」のさキュービーの「ファー」のあれだぜみたいなみたいなとかそう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 んか面白いなみたいな面白いそう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 そあそうそそそうそそうそうそう 強いじゃん強いよ本当アフリカ強いよアフリカと言えば強い全然知らなかったじゃあアフロだアフロだねそうって俺は思ってたけどまあでもアフリカはいいなんでいやちょっといろいろ聞きたいなとめっちゃ勝手に思ってるけど確かにえこれなんて読むんだっけこれは寝なし草寝なし草だそう寝なし草俺もわかんないけどなんか友達がこっち系のワードないみたいので聞いてたら寝なし草ってなんかこう点々としててうんうんうん なんかそのずっと。 一個の場所にはい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 なるほどねそうだから結構もう東京からウガンダから関西から今東京だしみたいな確かに何か点々としてるなみたいなしてるねそうだからね梨草入れようかなみたいななるほどねそうそうそうあとシンプルになんかそろそろライム変えたみたいなそう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 なんかプロの言い方がちょっとライム変えたいなみたいってそうなんか違うワード入れようそういうこともあるそう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 なるほどなるほどでそのびしたかかと

注文来るまでの間リリックかけるの自分のタイミングでできるからおもろーみたいないい感じのかけたーってなったら普通に家一回帰ってレコーディングして注文待つとかもするしみたいな,<ー>な結構ライフスタイルには合ってるそういうことかそうまあそうだよね車でやってんの基本的にいやバイクでやってるねバイクでやってんだそう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 ,うそ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 そう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  バんくらい、それたらそれかいな感じ犬で言ったらチワワクラそうかそうかそうそうそういやでもウーバーイーツ俺も結構なんかやっぱアメリカにいる時やってる人たち結構周りで特にアーティストとかも多かったしやってる人も多かったし好きな時にできるもんだかそう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 結構金も調子いいね時給も悪くないみたいな悪くないっていうかそう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 。意外と悪くないそうね週払いだし 週払いなんだしら来週 MV だやべえみたいになったら今週働いてみたいなとかもできるしみたいなそう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 結構ライフスタイル的にはんかもちろんそのねあれかもしれないけどんかまあ必要だからねお金はねね普通に何するにもね。 資金探し方、ウーバーイーツをすめかもしれない。ぜひどうぞ。ウーバーイーツのスポンサーくれないから。間違いない。ついてくれ、ついてくれ。マジでついてくれ。それで楽しくみたいな。なるね。はい、じゃあ次行こうかな。よくもエネルギーあどりなりんで、はくあさまで、again and again、I gain from my pain。昔の痛みでカウズやん。ウーバーをやどこで切ろうかな。 難しいな。でも、ここら辺も全部やっちゃう。もうまた止めちゃうか。昔の痛みで、昔の痛みで、カウズイエン、ウバウズイエン、いつまでも、レディン。待ったぜ、このチェイス。バケツ蹴った人の分も背負って、俺は、バース蹴る。そう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 。なんか、それは、シンプルにこう、よくもエネルギーっていうのは、今、金の話したし、金。 欲ってあんまりくないものとしてこう扱われがちだけど普通になんかそれがあるから動けるみたいなのもあるしそれは普通に人間だけじゃなくて動物とかもそのなんだろう食欲があるから狩るしみたいな睡眠欲があるから寝るしみたいな普通にだから欲もエナジーだしでアドレナリン。 こうスタジオとかでやっぱこうレコーディングしてたらめっちゃアドレナリン出るし、ね、そうだよね、うんうん、そうそう次の歌詞なんだったっけ <laughs> 明日アドレナリンで早く朝までそう朝までね <laughs> その朝までレックしてるぜ <laughs> うん、うん、で Again and again again from a pain これはなんかそのでその後も「昔の痛みで Caus a ここはもう割と一ブロック一緒でそうだねそうなんかこう結構昔の痛みトラウマとか、うん、しんどいこととかって そ,のそれをなかったことにしたりする人もいるしうん,、うん、なんかあんま語らない人いるけど俺らこういう職業は語れるから、うん、そ,それが金になるしみたいなそれでゲインすることも多いしみたいな自分の自己肯定感自信とかもそうだしみたいなうん、うん、だからなんか「あけななゲイン」それをもう何回も繰り返してしみたいな「いつでもレディー、うん、待てたぜこのチャンス」これはもうなんかラップスター でね、ちょっと前にこうアルバム出してて。あ、そうね。そう、だから、アルバムももうレディーだけど、うん、それ。 よりもももっとチャンスもあるんだみたいな、うん、ちょうどそう出したくらいの時にラップスターも多分始まったくらいだしみたいな、はい、熱い熱い熱い宣伝なんじゃんみたいなっていつでもレディーだぜいけるぜって感じ、うん、ねその化けつけた人の分もバースをしょってバースを蹴るみたいなのは蹴ると蹴るをこうかけたかったのもあるけど化けつけるっていうワードは日本語で多分ないけど、うん、英語でその。 バケっていう熟語があって、うん、それは死ぬっていう意味でうそうそうそうだからこう死んだ人の分もしょってこううあれ今はバスケってるよみたいなうそ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 ういうことだそう うるさ。うるさくないでしょ <laughs> いいじゃないですか。いい。そうなんだ。え、そうそうそう。うん、なんかいたの、やっぱ自分の周りでそういう。あ、でも、うん、そう、それこそ中学校の友達とかは、こっち帰ってきてから。うん、その、それの弟から D. M. 来て、インスタで、なんか、この子亡くなっちゃったよ、みたいなとかもあったし。それこそ、北海道よくライブ行ってたんだけど、昔、うんうん、今も最近、こう、結構呼ばれるけど。北海道にめちゃくちゃ、熱い、俺のファンがいて、一人。うん、はい。 その子がなんかこう毎回毎回もうその年に4回くらい行ってたんだけど当時ほ、はい、本当に34年前くらいはすごいの北海道めっちゃ行っててその時毎回来てくれるみたいな、うん、札幌の子だったんだけど苫小牧とかでライブする時も来るしみたいなマジで結構遠くでも全然来るみたいな遠い遠いそうそう,うん、うん、いたんだけどでもなんかプライベートすぎていいのかな分かんないけどそ,うその子がなんかこう亡くなっちゃってみたいな、うん、でなんかそのそれを知ったのも 結構最近,最近のライブ行った時に「はいはい、あ来てくれてない?」みたいな「DM 送ったんだけどなんか記録つかないんだよね」みたいな友達に言ったらなんか「かあまだ聞いてない?」みたいなで言われて「でーみたいな <laughs> そう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 <か>でもなんかそういう人もなんかすげえ応援してくれたけどなんか成功した姿見せれなかったなみたいなのもあるしその文章って今吐きますみたいな <laughs> そう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 。う <laughs> でもなんか多くこういうのを曲で語ってもなんか、ね、リスナー的にはなんかうるせえってなるかなみたいなそう俺はなんかそのやりすぎあんま好きじゃなくてそっかただでさえ共感しづらいバックグラウンドすぎてリリックがちょっと抽象的になりがちな。はははいはい、はい とこがあるそこ結構弱点かもそうもっと具体的に歌いたいけど伝わんねえだろうなみたいなのが多くてそう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 だから難しいね課題そこはどうなのやっぱ自分の中でさやっぱバックランドだってまあまあ結構まあ俺らもこのチャンネルやっててまあすごいなんかまあいろいろまあね今はこういうふうにあのもとはさもう多分あのまあ日本でラップとかヒップホップ好きな方が結構聞いてくれてたんだけど最近は結構こう日本に興味があってハーフ ったりとか多文化いろんな文化のバックグラウンドを持ってる日本人とかハーフのミックスとかそういういろんなタイプの日本に住んでる人に興味がある外国人とかそういういろんな文化を持ってる関係なくいろんな文化を持ってる日本人とか結構聞いてくれてるイメージがどんどかであって。さ すごいこう嫌いいいじゃなよすご好きなんだけどやっぱさ文化が特殊すぎて外国人とか根血がもう少ないよめっちゃくちゃ最近だよねすごくこうちょっとずつ受け入れられ始めたというか気にしてない予感を出すようになり始めたうわそれはやばいかやばいかやばいかどうも気にしてないんだぜみんな本当は <laughs> 分かんないけど何 <laughs> 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 だろうねでも本当に <laughs> 時代もあんのかなみたいな思うけどう、ねうね、結構特殊だよね、うん、そもそも何か島国で、うん、こう多文化をあんまり受け付けてないような国なのかなとか思ったりするけど、うん、あんまり歴史も強くないから分かんないけど賢くないから分かんないけどでもそうだねなんか最近。 やっとかなでも思ってる人は多いってことだいや思ってる人は多いと思う <laughs> めちゃくちゃ多いと思うそうだって企画書とかもそうだと思うんだけど<笑><笑>じゃあ日本の血入ってるけど日本の文化ちょっとあんまり分かんないとか<笑>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 中にいるわけじゃんそうだね <laughs> そういううい人たちに対するこう<笑><笑> 目というかさ感覚というか確かに確かに確かに結構特殊というか確かにねそうだよねアジアがそうなのかもしれないけど日本は特んなに先進国なのに確か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 に先進国なのにねそれは不思議だなやっぱ自分のバックグラウンド出すとんか理解されづらいだろうなってやっぱ感じるってことなんかあるってことなのかなって俺思ったよそうかもしれないんかそうだね結構多分 なじみきれないままいろんなとこ転々としちゃってるからなんかそれこそだから本当に地元って読めるとことかないし幼馴染とかも,もちろんいないしなんかその本当に新しい地に行ってなんかこう馴染む馴染もうとするで行ってみたなだ,だからその結構最近多いその変わり者っていいよねみたいないやいいバックグラウンドじゃんみたいなとか言ってくれる人多いけど。 やっぱなななんんかそのなんだろうな変わり者に憧れて変わり者になる人間とはははいいいその無理やりそういう状態にされてる人間だとそのなんか結構メンタルの持ちを変わるよねみたいなそう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 だけど結構なんかむっすーみたいな俺別にその変わり者になりたいわけじゃなくてどっちかっていうと普通でいたいみたいなそうそうそうななななんかむずいいみたいなそうそうそうそそううなんかそういうのは結構あるしなんかあんま 言い過ぎると自分のメンタル的に怖いっていうのもあるかも<ー>実際はそうそうそうそ,う<ー>それをもう大衆に見られんの聞かれんのみたいな「<laughs> でよ」みたいな「でもそういう仕事だから」みたいなでもなんかもう少しなんかそこで結構ラップが上手くなった理由でもあるけど比喩表現とかいろいろ学んだりんかこう表現したら結構全然違う境遇の人だけどなんか。 レンソーゲームして共感できるのかなみたいなリリックとかの書き方をしようみたいなはいはいはいでも最近はやっぱでも具体性が足りないからちょっと頑張ろうとはなってるそう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 へぇ結構リアルなそうなんだねそうかもね全然いいよ全然そうか I'll be rapping like African yeah Kashua Phenomenal Yeah. Yeah. Things are freezing, kill. Thirty-one shit. Shit. Keeping on twenty-one. Cause I've been running like a running butt. Yes, yeah. yeah, sir. <laughs> so i mean I've been i run, as 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 it as as I run it up. i run it up. Can't fuck it up. Can't fuck it up, Tepo. Kokoa? Uh, 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 uh. I've been rapping like an African. Afrikaans is Africa roots, Dakara. a you know, and そのギリ日本人が分かるか分かんないかくらいの英語使いたいな、ねうん、<laughs> そう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  <laughs> なんかそれ結構俺課題で、うん、そのなんだろうなこの英語は分かるけどこの英語は分かんないっていう概念がないから、はい、そうねそう確かにそうだから結構言われるのは 英語多すぎるとかも言われるし、難しい英語使いすぎとか。言われるけど、んなんかそのどれが難しい英語でどれが難しくない英語かわかんないみたいな。なったから、でもフェノメノンくらいはみんなわかんなさそうと思って。入れてわかんないべな、多分。みたいなのもあって、ちょっと。なんか。そうだね。<laughs> <ん>入れて。で、心臓は。だっけ。心臓は。あ、ライトタまだ足,<ー>足,足りない、これはシンプルに火の目がまだあるてないから。そういうことか。そうで。 心臓はフリーズンは31、うん、日の目が差してないから心臓は31くらい冷えてる、うん、バスキンドゲンスあ<ー>アイス <laughs> あそういうことねあそこは31かそうそうそうでなんか数日流れで気分なら21なんで 21? Cause running like a r u ニ n i n g ン a c k それはなんかそのアイシールド21がラ<ー>ニングバックだしい<ー> 21 Savage の「Running」って曲とも書けてる。はいはいはい。すごいみたいな。めちゃくちゃなってっることだ。そうそうそうみたいなね。絶対俺21サ v ビスの話してたとぞ。ああ、そう、でもそうそうそう。でも、IC の21のめっちゃ好てから。うわ、それぐらい好きだから。そうそうそう。Running みたいな、そうそう。21サービスそうだし、Running b a c で走ってる。はいだからこう、なんかスタミナ。うん。そう、スキラサズ。スキラサズ。Run it up. で、Can't fuck it up。ここまで来たなもう、その。 むちゃくちゃにできないじゃんやるっけないしプなるほどねえいわっさあわさあわっさあやっさあいいねいいっすねこれがサイファーのこれがサイファーのそうそうそうやばいな嬉しいねいいねでも伝わんねえよなとか思いながらいやまあ確かにねでもこれを見たら分かるじゃんそう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 それ嬉しいねそれれしいあんま自分で説明したくないけど でもでも俺が知ってるからそうだねそういうあれだからそういうあれだからそうだねいやなるほどなえじゃ結構じゃあアフリカでそのアニメとか話してから結構いろいろ勉強してみたみたいなそうをいろいろ見たりとかそうだから俺らは年代一緒だからねそうだよねそう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 だから流行ってたアニメとか一緒だと思うそうだねそうだねそうそうそうアイシールド21はでも最近やっとちゃんと見直したからあそうなんだでも俺もそうなんだよねあそう 昔こんなもんだみたいな。こんなもたっけ、アイシールド22みたいな。めっちゃなんか、アホだけどなんか、なんか、面白かった。結構おもろかった。そう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 。じゃあ、フットステージ行っちゃいますか行っちゃいますかいいっすかいい、フットテージ。I represent myself and represent our city. うもうまさにそのままでそのままままそそだねそう根無し草だからどこにも属せてない属せてないが正解だね属してないよりもうどこも代表してないよみたいな、はい、でも自分は代表してるしみたいなそういうバックグラウンドの持ち主だからみたいななるほどねそうそそそそうそうう <laughs> ういうことかどうせ死ぬ時は一人きり積み上げてきたって地道に。 うん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 まあなんかそのままじゃそのままなんだよなあんまりかけてなかったなアメリカもってバラまくしに積まれば山に山になるチリチリそうそうそうチリも積まれば山になるそういうことだねそうそうそう Always stack to business stack it to the fucking ceiling a l w a y s stack to business yeah 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 stack it to the fucking ceiling みたいななるほどねそう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  Stack to business ではまあビジネスにそう 集中集中で、スタッキはこう積み重ねて、天井まで。天井まで。限界まで。はいはいはいそう。俺さ、これさ、審査員がいつも分からなかったんでね、大半のがラップは CZ と VV。これはなんか、キュービックジルコニアっていう、なんか結構恥ずかしいけど、これキュービックジルコニアで。みたいな、だから言うたら、フェイクダイモンズなんだよね。 あそう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 いうことねそうフェイクダイモンズ VV、うん、は VBS とか VBS だからリアルなダイヤモンドってことねリアルダイヤモンドのことを言ってて<ー>だからその俺がつけてる VV とかだったらまあそれはキャ p t u r e でもなんかその俺のラップは間違いなく VBS うう、うん、だからみたいな意味で<ー>大半のラップは CZ <ー>俺のラップは VV そういうことねそそそそううううういことか。俺分からなかったんだよな。結果わかんない。結果わかない小さいんか、そういうことか。かになん盛り上がっちゃって終わっちゃったもんね。何、何、何みたいな。そうね、そうね。そういうことか。でも結構、なんか周りの友達とかは、いや、分かったよ、あんくらい。みたいな言ってくれることがいて、あ、そうなんだ。別に俺そこそんな力入れてねえしな、みたいな。でもも嬉しい、嬉しい、みたいな。ありがとう。そうね。う嬉しい。そういうことか。そうそうそう。 完璧,のの完璧主義の俺のデューリー。デューリー。アドウェンマルヴィンチドゥエンマルディー。それはな,なんかレオナルド・ダヴィンチがめっちゃ好きで。はいはい。でもなんかそのめっちゃ完璧主義だからその。 この世に今残ってるダ・ヴィンチの作品って十何作しかなくてみたいな気に入ってないやつ全部捨ててたらしくてみたいなへ<ー>そうでも何が一番そのリスペクトしてるかっていうとその画家としてもそうだけど、うん、俺円も描くんだけどめっちゃ趣味でそうちっちゃい頃からずっと絵好きででもなんかその画家としてだけじゃなくて結構その天文学も解剖学とかも建築学とかも全部できるみたいなそうだ、ね、なんかそれを全部こなしてる完璧主義、はい じゃあそういうなんか俺はこうなんか使命を与えられてそれをこう俺に与えられたデュリーをこなす「うん、I do it like da Vinci」みたいな「<ー>ダヴィンチみたいに俺は完璧にこなすぜ」みたいなそう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 いうことか、うん、だから気に入らない曲とかも没曲とかめっちゃ多いしあそうなんだそうもう何十曲ってあるねそう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 なうななそう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 そ、ね、うそ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 う なんかそのラップスターはっていったん「はあ」みたいになってるから変な時期あって最近あとまた書き出してるけど本当にリリックは毎日絶対書くし書かないと,とかじゃなくてなんか普通に習慣でなんかビート流して書くのが楽しいからやんないとみたいになってそう普通になんかずっと書いてるしで撮るのとかはまあ家で一回撮ってでいい感じだったらスタジオ持ってってで撮ってみたいなのはめっちゃするし。 めっちゃ作るめっちゃ作るめっちゃ作るんだ曲はだから当に多分五50曲くらいはあるけどまあまあほぼ没かなみたいな感じではあるそう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 そねそう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 そいそう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 そいそう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 そ だその外れないよねみたいに言ってくれて、ま、俺的にはわかんないけど、なんかそれを言ってくれるのめっちゃ嬉しなみいな。外れないように作ってるつもりだからさ、そう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 この曲聞いても外れないなって言ってくれるのめっちゃ嬉しいな。うそ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 すすうそ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 ういやいうそ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 ううそうそうそ やめたブローしの部分も俺はビーストファック,クみたいな今でヒットはないだけど悪くはないちです。うん。そうこれはなんかまあなんか泥水をするっていう表現をよくするから確かに日本語で。うんうん でもなんかその泥水をすすりすぎたからなんか水って飲みすぎて腹たぶたぶってなっちゃう,なそう,そう,そうでなんでその描写がめっちゃなんかそのスラム街の子たちにめっちゃこうなんか個人的にねそのアフリカのスラム街の子たちにめっちゃこうなんか重なったからみたいなだからそれをなんか俺はペインを歌詞にするとか俺は痛みを歌ってるぜとかよりももっとおしゃれな言い方したいと思って泥水を吐く。 すすった泥水を吐くっていう表現がめっちゃなんかこうペインを歌ってるにいいかなみたいなそう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 はいはい、はい、そういうことかそうで道仲間で辞めたブローズの分も今今だビッツとファックはなんかその、うん、まあなんかいろいろ奈良の時とかで一緒にやってたラップの、うん、ラッパーの子とかもいたしうん、うん、でもなんか結構みんな辞めちゃったんだよねうん、うん、そうそう辞めた子めっちゃ多いからまあそいつらの分もなんかめっちゃ DM 来たしそのなんかサイファーとかの時とかもあそうなんかうんなんか,、うんなんか 頑張ってみたいな俺らの分もみたいなそうそうそうめっちゃ来たしやるやるかますかますみたいな任つてみたいになったしっていう歌詞そのものそういうことかそうそうそうなるほどねはいはいはいで今のヒップはないけど悪くはない人生だ実際にまだヒットないしヒット曲ないしでもあんまそんな別にクソな人生でもないからはい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 そうかそう都会に会いがあとは奈良の田舎から生活基準レベルアップして

すげえめめっちゃごん全然そんなんか深いとこないかも割とそのままだ結構スレートな感じなんう今回なんか伝わらなかったのかなと思ってサイファーのやつがだからもっとこうストレートな歌詞にしたけど逆に伝わらなかったみたいなはい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 なるほどねんかサイファーのが多分その深読みされすぎちゃったのかなとか思ったりそういうことわかんないけどねはいはいはい

みんなだね、みんなっていう、みんなは結構でかいかも、確か。そうだね、家族もそうだし、みたいな。そう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 。まあ、確かにね。えでも、やっぱ、どう、どう、やっぱ、さ自分で言ってるけど、なしぐさみたいなとこ、いろんなところ。まあ、結構、俺も、そういうタイプの人間だ、実はね。結構、その。いろんなとこ、点々としてるのもあるし。 なんか結構その長い友達も結構少なくて、ああわかるうんうなんか結構自分のこうやってることとかで結構周りに人が集まってとかするんだけど、次のところに行っちゃったりとかすると一緒に行けなかったりとか結構多いというか。多いね。めっちゃわかる。っていうタイプの人間なわけよ。そうだよね。まあ少しずつ増えてきたけどやっぱ一緒にいる人は。でも中学校の頃のやつとかマジ喋んないし、もうわかんないし出ないってみたいな感じのタイプだからちょっとわかるよね。ああそうだよね。なんかそうなんだよね。結構憧れるし。 いや幼なじみとかってめっちゃ羨ましいよね、賞味。えらいか幼なじみで今、ラップクリアやってますとかさ、すげえなとか、うらまーみたいな、羨まだよ YouTube 一緒にやってますみたいな、えみたいすめっちゃ羨ましい、なんか、そういうの欲しいっていってたけど、そうだね、結構、長い人少ないかな、そうだね、奈良の人とかは、あ割と今でも何人かは繋がってるし、そうだね。 なんかありがたいけどそれでもやっぱもう本当にどん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 いなくなってたねうん、うん、そうそうそうそ,うそれは何,の何でだと思う自分は自分は結構いろんなとこに動き回ってる理由とかってあるああいやでもその多分だけど、うん、そのあんまり同じとこにいたすぎない自分もいるかもしれない結構しんどくなっちゃうはい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 なんかそのある 一定のなんかるかその結構奈良にいてで奈良を地元って呼んでいいし奈良をフットとだと思っていいよみたいな言ってくれる人も多かったけどでも俺実際奈良のそ,のそういう生活感的な歴史も知らないし中学校までお前らが何やってたかも知らないしみたいな,なんかそういうとこでこうなんかどんどん。

思うよみたいな <laughs> そうそう思う人もいるかもしれないけどまあでもななあそそそこ本音だしううでもさ結構さまあこれまたちょっと難しい質問になっちゃうかもしれないけどトピックとしてやっぱさめっちゃさラップとかってさ地元レベルとかさなんかそういうカルチャーが強いわけやねそれはもうアメリカでもそうアメリカでもそうじゃんねそれで自分がさ今こういうふうにラップやってる中でさやっぱ多分迷う部分というかある,あるのかなみたいなそうだねなんかまさにもうフッドステージのだ 一小説目がもう答えかななみたいうレプレゼンするセリーがないならもう、うん、なんか自分しかもレプレゼンできないかみたいなそんなやつって多分分かんないその日の目はべてないだけでいるかもしれないけどあんま知らなくてでもなんかその前例がないから違うのは違うかと思っていパイオニアになっちゃえばいいかって思ってるしだ,、ね、だからそこはもうやりきろうってなってるししかもさっきも言ってたけど結構その異文化の、うん ルーツだったりいろんなバックグラウンド持ってる人がこう見てるみたいに言ってたけど、うん、そういう人たちがこうなんか別に全員地元がないわけじゃんみたいなまあまあまあそうね地元がないやつ同士のコミュニティが確かにできる世界線もあっていいのかな,かな俺もそれはめっちゃ思うみたいなだからそこのなんかこう頑張って火つけてなんかできたらなとか思うそうだねなんかそういうなんだろう共感できる人が少ないってことは、うん 共感できない人たちは俺に共感できるのかな確かに確かにそういうのはできたらいいなとかはい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 私んか無理するのが嫌なんだよねこの町俺レプレゼンしてるぜみたいなのがいると思うんだよねいやいると思うよ無理にラップだからヒップホップだからやっぱ言わなきゃダメだよなみたいなそうだよ本当にそうだしもっと言えば地元じゃないとこを地元としてる人もいると思ういっぱいいるいっぱいリキ気するよそうそうそうだからそこは結構 それっっててなくみたいなその背伸びだよねみたいなそう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 ねんかリアルでいることみたいなめっちゃ日本で重要視されてるじゃんでもそのじゃリアルの形がさ決まっちゃってきちゃっててさそうんかそのリアルっていうワードがめっちゃ日本語英語になりつつあると思うそう確かにリアルとして捉えられてない現実的とか本質本物とかじゃんリアルってそうだね 例えば、まあ、俺はゲンでもサーグでもないし憧れでもない、うん、なぜならそのライフスタイルを生きてないから、うん、だしそれに憧れてそのライフスタイルを追って、うん、それかのように俺はこうだったぜかのように歌うのは俺それはリオなんかなみたいな思ったりはするからん、ねね、なんかその難しいよねそこのラインリアルっていうワードそうだね。そう ウィード吸っってななかったらリアルじゃない <laughs> 本当にみたいな <laughs> リリーみたいな <laughs> 確かにね <laughs>「really?」みたいな「それそう?」みたいな「そうかな?」みたいな思うけど別にそいつがそいつならリアルだと思うけどなとか思うね <laughs> 確かに確かに無理してない方がかっけえしい <laughs> そうだよねいや俺も結構それはめっちゃ自然体でいるそうね一番むずいうん けど一番重要というか。うんうんうん、間違いない。うん、間違いない。なんか過小評価されてるような。うん。気がするなあとは。そうだね。だね過激なコンテンツが、まあ好きなのはそうなんだろうな、ね、とは思うけど。<laughs> そのリスナーがね。<laughs> そう。それはそうだけど。そうだよね。だから。 あごめんなさい。そんなことない。えなんかさ、俺やっぱ英語できるからさ、多分向向こうのヒップホップの。曲とかも結構聞くと思うし、まあ。やっぱ日本に住んでる人とかだったらさ、もうわかんない人も全然聞いてる人とかさ、まあ訳したりとか。俺正直めっちゃ聞いて全部わかるわけじゃないけど。いやわかる。俺も全然いや普通にわかんないよ。いや正味だって地域によってスラングも違うし、言い回しも違うし、そもそも俺ウガンダだし。まあそう。そう、だから文化が違うのもあるから。 正味俺もそのジーニアスとかで調べたりするしうん、うん、全然全然。その パって聞いてパって全部わかるかって言われたら全然わかんないそう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 だよな。でもなんかストレートうやつとかは全然もちろんわかる。わかりやすいやつそう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 そなるうそ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 ううそうそうそううそううそ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 ううそううそ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 ううそそうそそうそうそううそうううそううそ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 か。 結構さ、うん、あの j コなんか分かんない名前忘れたんだけど次、バトルなんだっけラップのバトルのめっちゃでかいやつ <laughs> 2000万ぐらいもらえるやつがあるんでそれに出てくる人の一人が j ェイコールの歌詞をそのまま母訳してそのまま作っ,、うん、作ったみたいな、えー、あの問題があっ 大問題じゃなないすげえなみたいな,いたいなよくやったわみたいな大問題じゃなんだよなんだっけなダメだったけど <laughs> でもやっぱそれぐらいさそうだねいや実際俺もその憧れを持ってたフェーズは絶対にあるし、うん、そうだね何、ね、かこう殻を破るまではずっとそうだったし実際にかっけえってなったしうんけどなんかなんかその「c a r e l e s One、うん」「Careless One」が 何かのインタビューで言ってた気がするんだけどそのヒップホップとは何かみたいなって定義ってめっちゃ難しいじゃんはい難しいねでそれでなんかその情報の共有みたいなことを言ってた気がするんだよね情報の共有ええー、おもろいね間違ったらごめんねでも何かそ,の、うん、それを俺なりに解釈して要するにヒップホップのこの歌詞 ののリアルさっていうのはその自分の心の中で起きてることを歌う、うん、自分の周りで起きてること家族で起きてること、うん、街で起きてること国で起きてること世界で起きてることみたいな、うん、規模は違うけどその常にどっかの生配信をしてるみたいなここではこうですみたいなアトランタではこういうことが起きてます、うん、俺らの街ではこういうことが起きてますうん、うん、俺らの周りではこういう問題がありますみたいな。 そのなんだろうコミュニティだけでも黒人の中ではこういうことが起きてますとかみたいなことをするから需要があるって思うから歌詞の部分ではだから日本で向こうのリリックっぽいことを歌っても、うんはい、そう思われちゃうよみたいな日本ってそんな感じなんだみたいなバイブスで聞くけど、うん、実際そうかっていうとそれを作り上げる必要はない。 もっっとと日本歌っていいと思う,うだって政治とかめっちゃもうツイッター開けばもう政治のな, <laughs> なんかめっちゃみんな批判してるけど俺は政治結構疎いから歌えてないしうん、うん、そういうのにちゃんと興味を持ってば、うん、持つ時期が来れば歌おうとは思うけどうん、うん、今まだそのフェーズ来てないから歌ってないけどでもなんかそういう問題はあるわけだしだ、ね、ここで。うんうん、じゃあその こととか、まあ、自分の周りでもいいなんかもっとリアルな問題、うん、請求書の束が溜まってるよとかんかそういうのとかでもいいのになんかなんかビーチマネードライフだけなのかなみたいなでそれがリアル、うん、そうなのかなとかは思う、うん、なんかそういう人もいるかもしれないけどんかそれだけであふれ返ってんのが正解ではないと思うな、うん、みたいな、うん、めっちゃ思うし。うん そうだね US をリスペクトするのはでもめっちゃ大事なことだとは思うし俺は結構これはもう全プレイヤーに言いたいけど、うん、その別に好き好んでじゃなくていいから「そのオ大うつくとか絶対聞いた方がいいと<ー>それはなんか普通にそのアーティストとしてのなんかその。 みたいなピアノ弾いてたらクラシック弾くしまず練習でクラシックとか弾くしなんか知ってるのは割と当たり前みたいな、はい、でもそれでマウント取り合うとかじゃなくてそうねそうねそうなんかその文化を学ぶためにもっと知ったシーンで、うん、よりそのなんだろうこ自分に落とし込んでできるようにそういうのをやった方がいいとは思うめっちゃだし多少は知っといた方がいいと思うそのヒップホップの「どうなって」とかうん、うん、黒人文化の「 ね、ルーツだったりとかうん、うん、そういうのは多少知ってないとなんかそのリスナーにそこまでは求めないけどそのアーティストとしてやるんだったらんそんくらいのなんか熱量は必要じゃないって思うなんかそれはだってヒップホップだからそれしなくていいって許されるのはなんか違うかな別に何するにしろ 確かにそう絵でもそうだしそうだねそうそうそう,かそ,うだ、ね、そうそうそういう基礎の部分とかめっちゃ聞いた方がいいしなんかそういう誤解が。

を知らずにやってる特にプレイヤーの人とで結構リスナーまではちょっと求めるのあれかもしれないけど、ね、と言ってた正直でもやっぱそうだねううプレイヤーは特に、うん、特にだと思うそこはなんか そうだねマストレベルだと思うけどなどうなんだろうでもんかこういうことを言うとんかこうちょっと頭硬いおじいたちと同じにされたら嫌だなとか思ったりするもっと寛容でいいのかなそうかそうかいやまあまあまあアメリカですらさそのレオ・ウィアティのさトゥーパック聞いてない問題とかもあったしああそうね確かにでもんか世代的に聞いてないのはもちろん当たり前かただからそうでもプレイヤーはちゃんと聞こうよみたいなそうそう歌う側はさその普通に なんか教材として聞こうよとは思う <laughs> なんか確かにみたいな。ね、うことはすげえわかるなそう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 まあちょっとさこれ話どれだけしていいかちょっとわかんないんけど結構がっつり変わっちゃうんだけどそうんうつ、ん、病難所してるよ、うん、ああそうだねそうそうそう、うん、それについてはこれはねあ全然全然いいよ <laughs> どどどういういそはは要の。 ADHD とそうつって診断されたのが2年前くらいかなんだけどそもそも多分そういう気質はあったんだよね結構人に合わせる癖ができたというか行くとこ行くとこで変わっちゃうからなんかその標準レベルの人でいないとみたいな普通でいないとみたいなのをめっちゃ頑張るようになっちゃってみたいなその高校くらいから。で それがそのやっぱ自然とこう上がり下がりがめっちゃ激しかったのはあるけどその音楽をやることによってよりセンシティブになっちゃったみたいな,な自分と向き合う時間が増えたからそれでなんか結構なんか一発目それがバーンって発症したのが大学の時かなうん、うん、になんかそのめっちゃ鏡をこう。 鏡と会話する癖がめっちゃあってこれいいいキモいぜ <laughs> そうでも <laughs> 鏡と会話する癖があってそれはなんか結構自分を保つためであってなんかなんかなんだろうな今ここでいいのかみたいなうん、うん like「もっと頑張りや」みたいな「You g o t みたいな、うん、みたいな「get えさみたいなこうモチベーション上げるためにやってたけどうん,、うん、なんかそれをなんかすっげえんかちょっとこう。 落ち込んでる時期にやっちゃった時にもうなんかその鏡に映ってる自分が自分に見えなくなり始めて、うん、でなんかその過呼吸で倒れちゃってみたいなで,でもなんかその後々調べたらその「ゲシュタルト崩壊」って分かるわか,かるかるわか字と漢字とかずっと見てえこんな感じだっけってなのと一緒でうん、うん、人間もずっと見てるとこんな人だったっけ俺みたいになっちゃうらしくてそれになってぐちゃぐちゃになっちゃったみたいなほ<わ>そっからめっちゃもう本当に。 半年に1回くらいはもうバーンってめちゃくちゃこう無理全部みたいな時期が来るようになってそれが頻度がどんどん高くなってって月1くらいになってうん、うん、でいよいよなんかそれが1日の中でこう上がったり下がったりみたいな起きるようになってから。 その周りにいた人が「これこいつもうやばい」みたいになってうん、うん、そのまま精神科バーン連れて行かれてみたいなはい、はい、でそこで診断されてみたいなそうそうそうで薬飲んでたんだけど精神安定剤をうん、うん、けどそうなんか精神安定剤は精神安定剤でもマジ歌詞書けなくなっちゃってみたいな,な感情の浮き沈みがそもそもなくなるみたいな<ー>そ,そううつはか言うたらジェットコースターみたいな感じ、ね、上がった分下がるから上がる分抑えれば、はい 落落ちちた時もそんんななに落ちないんだよみたいな感じで薬をもらってそ上がりすぎないみたいな「であなたは楽しみすぎないでください」って言われて楽し <laughs> そ,そ,そ,それでなんかその普通にな結構ずっとボーっとしてるみたいな感じになっちゃってずっと精神安定剤飲んでたらでそれやべえなみたいになってでその病院の先生に相談して何か歌しかけないんですよ最近みたいな。 みたいな話をしたらなんかそううつの画家の人とかは結構そうの時期にやっぱめっちゃかけてう、はい、つの時期にこう休憩みたいな感じだからあえて直さない人多いよみたいな言ってくれてそう,そう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 、えー、だからもしやめるんだったら全然言ってほしいみたいなあそうなんだそんな感じなんだねそうそうそう、えー、でなんかそれで、まあ、何回かずっと通院してたけどそれでじゃあ少しずつやめていこうって言われたので、うん、なんか あじゃあもうやめれんだと思ってもう行かなくなって病院で薬も全部捨ててみたいなほうそうそうそうでそっからはまあ結構戦ってはいるね <laughs> 戦ってはいるけどアルバム出たんだけどうん、うん、それマニディプレッションってなんかそのビポロの違う言い方うん、うん、それもそう打つって意味なんだけどうん、うん、なんかそれを。 戦いながら作ったアルバムだからそのままの状態でそ,のそうウツについてめちゃくちゃ歌ってるわけではなくてその,その過程でできた作品だよっていうのをめっちゃ伝わってほしくてだからめっちゃハードでスピットしてるラップもあればこうセンシティブなメロディーもあるしみたいなとかもあってみたいなそ。うそうそうそう結構 なんかそれはもう性格なんだなとかは思いようにはなると思そういう人間だなしゃねえみたいなあとはそれこそカニエ・ウエストもそうつもしだしみたいなそうだねじゃあ大丈夫か俺カニエ好きだしみたいなカニエうそ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 ううそ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 そう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  大好きだね。めっちゃ好きだね。結構今カニエ、あでも意外と遅かったんだよね。ハマるの。二十一くらいだったんだよね。ハマったのが。あ、そうなんだ。最近系？じあ四年ぐらいか。あでも四年ぐらいだから、言うて多分最近じゃ最近。その本当にこれが出てた時期のファンとかではない。そう。まあさすがにね。そうそうそう。何年前よ確か。確かに。でもなんかそのその兄貴の友達の金沢人みたいな人がいて、その。 今カナダで流行ってるよみたいなのをいろいろ教えてくれたた時に「うん、てかな誰が好きなの?」みたいに言われた時に結構なんだろうな P&B rock とかその A ブギーとかメロディーラップの人らがめっちゃ好きだったけどでオーツクーも一応その兄貴の英才教育で通ってて CD めっちゃ落とされて「<laughs> お前これ絶対聴けお前の歌詞聴いてれんねえから」みたいな「<laughs> お前のラップ聴いてれんねんから」みたいな <laughs> めっちゃ落とされて聴き, <laughs> きまくったのあるけど。<laughs> なんかそのカニエはちゃんと通ってなくてでその21くらいの時にそのカナダ人の人が「聞いた方がいいよ」みたいに言ってくれてうん、うん、とりあえずこのアルバムから始めたらめっちゃ聞きやすいみたいな、うん、ので聞き始めたらもうなんかバチグラってみたいなかっけーってなって、はい、しかもルーツがねなんかちょっとこう全然違うんだけどサウンド的なルーツが似ててなんかそのゴスペルとかあるじゃんそれがめっちゃなんかこう。 ノスタジック昔をすげえ思い出しちゃってそれでなんかうわやっぱみたいになってそっからずっとファンだねそう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 よねめっちゃファンカニエは結構だってそのヒップホップ特にそのヒップホップって初めてゴスペルとヒップホップをつなぎ合わせたそういう人間だもんねそういう人間だもんね パーンってなった時もいち早く T ・ Payne のとこに行って教えてみたいな感じであっそうなんだからあの時期そのオートチューンの時期のゲンゲンオートチューンの時期のカリエもいるしあれそうそうそうカリエ結構俺も好きなんよな何かそのそのバイブスめっちゃいいなしかも元々と何かあれだっけ j z のプロデュースかなんかでトラックをあれしててみたいなラップしなよみたいになってみたいなすげえちゃんと こうなんか下積みもつんでるし、なんかだって初めてアルバム出したのは二十六だしよ。マジで？そう、会社パウドもうか、うん、カニエが二十六歳の時出しての。そうなん。そう。 俺あれ大学生のうちに出してんのかと。しれよそうなんだそうなんだよね <えー S 2> 結構俺もびっくりしてええ結構それめっちゃ救われるの <laughs> マジでマジかそうあってなんかもうそっからかそれまではさラップやらしてもらえなかったっていうかプロデューサーだろうみたいになったからさ結構やばいねへえー、カニは俺も結構俺の中でも結構俺今二十六だからはい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 、はい 結構去年とか去年前の年ぐらいはカニ26でカルチオパワーを取ったまだあとちょっともっと時間あるわみたいなここでぶちかませばいけるみたいな結構俺の中でも思ってた私今ちょっと来てるしパティケーション来てるしだから結構んか俺の中では。 カニはね好きなんだよね。ええいいねいいよねめっちゃかっこいい。かっこいいよね。うんかっこいい。なんかめっちゃファッションやばいしね。なんかお騒がせ系の感じで。そうね。最近はちょっとなんかすごいけどまあ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 なんかそれがね。それなんかその喪失感すごいよね。確かにそれはあるよね。喪失感すごい。喪失感すげえみたいな。うん言っちゃうもんなみたいな。そうね 確かに確かにそうですからすごい確かにめっちゃ出てるよないや彼はいいよないいですいやちょっと盛り上がったですねそう結構もう1時間以上話してんだマジでマジで意外と意外といけるコンテンツになってるかないや大丈夫でしょういいコンテンツだったよすごい話を使ったしめっちゃやりやすかった最近曲出してたよねごめんなんだっけそうだねえっとね出したっけなあのてかミュージックビデオ出したのかそうだねミュージックビデオ出してそれはアルバムのマニアそう でそれはなんかそのをこう「そうをつ」をこう表現したくてうん、うん、まあでもなんかその予算足りなくてめっちゃよくはできてないけど<ー>でもなんかそのサウンド的に味わってもらえたらなみたいな思ってうん、うん、<laughs> そう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 はいはい、はい、これはね,ね見てほしいね、うん、ま,あまあアルバムは聴いてほしいですね,ですねそうねマジでとりあえず結構好き。 結構好きなアルバムだねいいてほしどうですかこれからの,おのリリースの予定だったりとか何個か結構あるっちゃあるねはい、はい、しそれこそ矢田君出たのゃん。 え、これ配信されるの結構近々ではないよね。近々で考えてたな。近々 <laughs> ど何ぐらい。え、わかんない。なんか、えっと、二十二リリースなんだけど。二十二ってことは、あと一、1週間ぐらい。そう。あ、多分、あと一週間とかと。あ、本当、じゃあ、うん、じゃ、ちょうどくらいか。うんうん、に、えっと、二十二に、その、矢田君のビフォー・フェイマスって曲のリミックスで、はいはい、そう、俺と。 ユラソーマ君ってここ入ってて<ー>そ。それとかは、一番キンキンのシングルはそれかも。そうそう,そういい、ね、あと EP ー今作っててみたいな。イ、はい、も作ってる。そう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 、<ー>ちょっと日本語多めで頑張ろうってなってる今。<laughs> そう、ちょっと日本語多めで、その。 できるよって見せようと思ってテーパーできるよ。テパで,で, <laughs> で,できるよって。テパで,できるよ。いつかに出る予定だった。<laughs> それはね、7月半ばくらいで考えてる今のとこ。うんうん、そう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 。でもじゃあ次の大きいリリース、あとはそうだね。EP。EP。これ受けて。2> EP 二三枚出したいね今年中に。おお<ー>。そう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 そいいですね。結構なんかその。 少しずつそのラップスターの影響でこうやりたいって言ってくれる人増えてそうだ、ね、その中からこうなんかおお熱いみたいなのも多いし普通にやりたいなみたいな人も多いしなんか少しずつでもできたらいいなみたいなうん、うん、チェックしといてぜひぜひ皆さんチェックして,おいてありがとう,うございます SNS はやっぱインスタインスタかなインスタ YouTube かなちょっとこの辺を まあ全部多分ある全部多分あるんで TikTok とかもやってんの ?TikTok は去年始めたおえでも別になんかそのやってない TikTok は TikTok で TikTok はしてない TikTok で TikTok はしてないで一番簡単な MV あげて貸し付けてくらいしかやってないもっと TikTok しますおまあね SNS はね結構俺そこ苦手なんだよね結構そうマジで難しいけど チェックしといていぜひぜひくださいぜぜひぜひこれからの、ね、活躍も、うん、ありがとうございます。チェックしていただければと思います。ありがとうございます。とういうことでまた次回のエピソードでお会いしましょう。Peace!Peace! ありがとうございます。